とことんやりこむ、どうも、ナウチンです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はコメントいただきました、ありがとうございます。この装備、リゾルトテンペストナイフを使ってみてくださいということですね。テンペストナイフ系は釣り竿と一緒に使えます。ただしキノコが必要なんですよね。なのでキノコと釣り竿で、やっていきましょう。普通だとこんな感じなのよ。でこれにキノコを入れるとようやく当たり出す感じだね。うん、そこそこ火力があるので強いのではないでしょうか。いきます。それではいきましょう。報酬アーティファクトなんでちょっと頑張っていきましょうかね。いきます。ちょっと待っていや結構やっぱりリーチが短いっていうのかな。ちょっと待て待て、全然減らせねえぞこんなもん。ちょっと待て待て待て、あ、きついわちょっと待って、もうリーチ長いやつが毒のクマ持ってると倒せない。うん、いやいや、これヴァンガードちょっと注意だな。あのね、これ敵を倒すとスピードバーストって言って、あの移動速度が瞬間的に上がるんですよ。で強いかなと思いきや、いやこれあんまりここでは、活躍してくれないな。オッケー、パワーポーション取らないとちょっと火力不足だね。もう若干火力が足りてません。オッケーオッケー、これどこの国ですか。はい、よし。でキャプテンはまあ一応倒すかね。キャプテンは一応探しながら行きます。洞窟到着。これさ、釣り竿いらんかもしれん。うん、釣り竿なしで行った方が快適っぽいな。まあ、確かに火力がね、釣り竿の方があるんだけども、スピードバーストがうまいこと発動しなかったんだよね、釣り竿は。なんでこっちの方が戦いやすい気がする。うん、いや全然火力あるもん。 OK、 いくぞ。ちょっと待て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 、変更ついてるやつもいるし超戦いにくい。 OK、 しょいっちょ。 OK、 もう十分十分、火力十分よ本当。うわ最悪、ナイトモード来る。なんか最近出やすい、もうまあ昔からだけどね、ナイトモード出やすいっていうのは。オッケー、問題なし。ちょっと待ってよ、まず取らして。オッケー、何になった。よよ、まあ後で見よう、後で見よう。よし、何な、ナイトモードで、あ、略奪者に変わるか。いやこれクリーパーで出したらきついぞ。これクリーパーはちょっと厳しいな。オッケー、ちょっとお前、よし、オッケー、危ない危ない危ない。ちょっとなんかいるぞ、変更が。お前か、何プレイヤーダメージ 40% 減少。おーい、きついって。これもうで神秘全部取ったね。いやーきついな。よし、オッケー、ここにはいける。よっしゃ、ちょっと待って、こいつ上から連せよ。やめない、きつい。よし、取らせて。まずはよし、冷気きついな。
危な、ちょっと出ます。あと脅威が2ですね。なかなかきつくなってきた。中間地点おしまい。あとはボスに向かうだけですね。結構つらい、結構つらいです。これいるかなキャプテン。うわ危ない、ちょっと待って、これである程度進みます。やば、え、いやこっち違うわ、俺道間違えた。こっちだこっち、よし。やっぱこっちの火力が減ったのが結構でかい。やべ、やばいやばいやばいやば、もう相性悪いな。冷気とさ、ちょっと待って、これ悪い悪い、相性が良くない。そこは抜けよう。ああよろしくねえわ、危な。冷気とかとの相性が本当に良くない。あちょっと待って、なんかいない、近くエンダーマンがいるだけか。脅威なしか、もしや。最後に1体いることがあるので、それを狙っていきましょう。ちょっと、じゃあもう弓のやつらが鬱陶しいな。いやそれはナイトモードだから永遠に湧くんだ。一応こっち調べてみます。いや、いないな。うん、オッケー、いませんね。やっねえ、デスバーターも入れたかったけども仕方ねえか。オッケー、いきます。もうとにかくクリアしよう。クリアしてアーティファクトを取りましょうよ。どうすか、まあ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 普通にね。あぶねえって、ちょ待って、よし、オッケー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 、減らせた減らせた、オッケー。こっからよ、こっからきついのは、こっから。ちょっと待って、ここへぐいって、オッケー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 。もうサクッと抜けたいけども抜けれないんだよ、そのサクッとが。よし、いけ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 、ここでスピードバーストを使って、よし、いいよいいよ、オッケー、いいんじゃない。待て、相当きつい相当敵が多い。よし、オッケー、抜けた。では報酬のアーティファクトなんでしょうか。それでは見てみましょう。普通の矢筒だったら大当たり254。はい、ということで戻ってきました。今日はですね、これリゾルトテンペストナイフ使ってみましたけども、あれだね、釣り竿はいらない。うん、釣り竿があると逆にね火力が減るような気がする。うん、あのダメージが57万から93万なんで、57万のダメージを連発するよりも93万も出していく感じの方が火力が出るかなし、スピードバーストが発動させやすいので、うん、まあ、一応釣り竿でも使えるけども、あんまり向いてないかなと思いました。はい、ということでこれを使ってみました。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。